どうも、小川直樹グスターレサッカーチャンネルの直コーチです。今回は J クラブのジュニアユースがどのような場所なんかを自分の体験談を含めて紹介しようと思います。自分の経歴を先に言うと、小学生は地元のサッカー少年団日生中央 SC、 中学生ではガンバ大阪のジュニアユースに入団しました。高校はジュニアユースからユースに昇格しました。ジュニアユースやユースなどの J クラブのアカデミーには6年間在籍していたので詳しい方かなと思います。今回のテーマは3つ。1つ目がジュニアユースはどうやって入んの、2つ目が J クラブのアカデミーってどんな環境、3つ目がジュニアユースに入ることのメリットデメリットについてお話ししていこうかなと思います。早速ですが、ジュニアユースはどうやって入るのについて、まずジュニアユースは誰でも入れるわけではありません。ジュニアユースに入るには3パターンあって、1つ目がジュニアからの昇格、2つ目がジュニアユースの練習参加、3つ目がセレクションになります。まずはジュニアからの昇格について、自分が入団したガンバ大阪にはガンバジュニアという小学生アンダー12のチームがあります。そこで優秀な数名はセレクションなしでジュニアユースにそのまま昇格します。ジュニア時代の実績や実力で判断されるので、日頃から見られての評価になります。次に2のジュニアユースの練習参加について、各クラブのスカウトの人が小学生の都道府県のトレセンや大きな大会などに視察に訪れて優秀な子どもたちをリストアップしてます。小学6年生になると声をかけられ、ジュニアユースの練習に小学生の時に混ざってプレーする機会をもらえます。そこで直接見てもらい、優秀な数名は特待生として入団確定します。ノーセレクション、略してノーセレといって、セレクションを免除して決まる選手です。ちなみに自分はノーセレ組でガンバ大阪に入団しました。最後に3のセレクションについて、セレクションはガンバの場合1時から3時までのセレクションがあり、誰にでも参加資格はあります。ただ先ほど2で説明した練習参加で決まらなかった選手は、あなたは次は2時から、あなたは3時からと、優秀な選手は最初のセレクションを免除されることがあります。そのセレクションで見事最後まで残った選手が晴れてジュニアユースに入団となります。この3パターンでジュニアユースに入ることができます。セレクションの内容やどうやってアピールするのなどは、また次回の動画で詳しくお話ししようと思います。次に J クラブのアカデミーってどんな環境について、ここは視聴者さんも興味があるかなと思います。ジュニアユースは何千何万と入りたい子供たちがいる中で、20人前後の選手しか入れないところで、その時点でプロに近いエリートの集まりです。特にガンバ大阪のジュニアユースは歴史もあり、名の知れた選手たちをたくさん輩出した特別な集団です。そんな子供たちが過ごす環境ってどうなのってことで、まず J クラブのジュニアユースはトップチーム、ユース、ジュニアユースと J リーグのクラブに直結していて、同じユニフォームを身にまとえます。同じ場所、トップの選手の近くで練習することができ、肌で凄さを体感できます。そしてトップチームの試合観戦ができたり、海外遠征に行けたり、今ではスパイクが支給されたりするなど、プロの選手に近い待遇を受けることができます。部活動や町クラブと違って、上下関係が学年でがっちりしてるってイメージではなく、実力があるもので生き残っていくようなイメージです。1年生であろうが、上手い選手はすぐに 2,3 年生の試合に出て、本当に実力がある選手は中学生の段階でユースチームの試合に出たり、そのまま昇格してしまう選手なんかもいます。やればやるだけ上を目指せる、最短でプロを目指せる素晴らしい環境です。最後にメリットデメリットについて、メリットは散々話してきましたが、特にサッカーに対して本気になれる、周りには全国トップクラスの選手がいて、最高の指導者にサッカーを教わり、プロの選手を身近に感じれて、その中で環境も整っているという、結果を出すしかない場所に身を置けるということが最大のメリットかなと思います。デメリットは、中学でここまでの環境を知ってしまうことで勘違いしてしまうことがあります。プロになった気分になって天狗になってしまったり、練習をおろそかにしたり、努力を怠ってしまう選手も少なくありません。環境に満足しないことでデメリットはなくなるんじゃないかなと個人的には思います。最後になりましたが、自分は J クラブのジュニアユースに入ることで、最高の指導者からサッカーを学び、身近にプロの選手を肌で感じて、
最高の選手たちとプレーしたことでプロになることができました。今小学生でプロになりたい、上手くなりたいって思う選手は J クラブのジュニアユースに入ることがプロになるために絶対的に必要なことではありませんし、それが全てではありませんが、選ばれし選手しか経験できない環境に身を置いてみることをお勧めします。なのでこの動画をきっかけに J クラブのジュニアユースに入る、そんなモチベーションでサッカーに取り組んでもらいたいなと思います。今後もこの J クラブのアカデミーシリーズやっていきます。 J クラブのジュニアユースのセレクションについて、 J ユースについてなどアカデミー事情を解説していくので、今後もぜひ見てください。こんな動画が見たい、こんな話をしてほしいなどあれば YouTube のコメント欄でも構いませんし、小川直樹の SNS にコメントメッセージいただいても構いません。じゃんじゃんください。お待ちしております。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。今回は J クラブのジュニアについてでした。ご視聴いただきありがとうございました。